本日は吉越事務所代表吉越浩一郎様にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。吉越さんといえばトリンプインターナショナル、はい、そうですね、はい、女性の下着の、はい、そうです。でもう退職されて、はい、経営者辞められて大体約6年ぐらい、はい、そうですね、もう6年、早いもんですね。今はどんなことされてるんですか。今はそうですね、本職といえば隠居って言った方が正しいと思うんですけれども、はい、1年のうちそうですね、もう6ヶ月近く海外に行くような形になってまして、そのうちの4ヶ月ぐらいが家内の実家がある南フランスの方なんですけれども、ですから今超初級っていうフランス語に今挑戦してるところで、はい、頑張ってやってます。はい、でも隠居っていうのはまだこう早い年齢だと思うんですけど、なんかやっぱりこう早く退職しようとか、なんか退任しようっていうなんか意図があったんですか。そうですね、昔からですね、社長に40になって、はい、50になったら辞めるって言ってたんですが、最近になって、家内から聞いたんですが、50で辞めたらどうやって暮らしていくんだろうと思ってたとは言ってますけれども、ね、はい、それが全部遅れまして社長になったのが45でしたし、辞めたのが60ということですね。そうなんですね、はい、でトリンプ時代19期、はい、増収増益っていう、はい、ことだと思うんですけども、このなんか秘訣っていろいろあると思うんですけど、特にこれはやっぱり秘訣だったっていうものがあればどうしようそうですね、何を話したらいいか、一生懸命やったっていうことだと思うんですけれどもね、それは私だけじゃなくて部下も含めてと。ただ体制としてそういったものができないと、力がこう分散しててはいけないんで、それをどうこうタガを締めてっていうことに物事はかかってくると思うんですね。ですから会社っていうのは最終的にはそのタガを締める社長トップのやり方に関わってくるということだと思います。なるほど、はい、タガを締めるっていうと、こう厳しすぎてもダメだし、こう緩みすぎてもこの調整が難しいところがありますね。そうですね、基本的にはいかに自分に厳しいかということが視点だと、主観だ、一番重要なことだと思うんですね。自分に厳しくて、あの人は一生懸命やってるということさえ分かってもらえれば、部下にいくら厳しく当たっても部下もちゃんとついてきてくれるというふうに私は思いますね。なるほど。